ニオダがバンド脱退した理由って確か方向性の違いだったよね。ところでニオダ、お前はそのプレゼントっちのは何をもらったんじゃ。このギターっす。俺の部屋には工具セットが置いてあったぜ。私はゲーム機。わしの部屋には粗品が置いてあった。お、平田は。それが俺の部屋には何も。え、何もなかったのか。やっぱり俺は何の才能もないのかな。お、日向に顔暗いよ。三四時。小泉お姉はさ、きっとみんなの写真もっと撮りたかっただろうから、代わりに私がみんなの写真撮ることにしたんだ。おめえさんというやつは。日向お兄の才能は知らないけどさ、人殺しよりマシなんじゃ。西園寺。西園寺さんは心の優しいお方なのですね。優しいとかそんなんじゃないよ。うわー、照れた西園寺さん可愛いです。うるせえ、ドブスの嫌われ豚が。なんで私だけ。まあ気にすんなよ。何の才能もねえやつが希望が峰学園に入れねえだろ。ああ。尾張さん。あれ？尾張が泣いとるぞ。ああ。私怖いよ。これからどうなっちゃうの？尾張がおなごみたいになっとるぞ。皆様方、ただいま少しばかりお時間よろしいでしょうか。あ、高い位置から申し訳ない。先ほどは私めの歌をご清聴いただき感謝いたしております。おめえの歌のせいでみんな調子悪くなっちゃったけどな。そうでありましたか。それは大変失礼いたしました。ミオダさん。はい、ミオダイブキであります。ミオダイブキのミオに、ミオダイブキのダーに、ミオダイブキのイに、ミオダイブキの武器で、ミオダイブキであります。今度はミオダまでおかしくなっちゃったぞ。ミオダ。おい、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 すごい熱だ。ミキどうしたら。おい、すごい急だぜミキ。そうですね。おい、大丈夫か。まさかお前まで。ああ、大丈夫です。失礼しました。二人ともすごい熱があるみたいなんだ。ああ、すぐ見てみます。ミオだ。泣き虫になる症状に礼儀正しくなる症状ってどんな病気だよ。不安になるってことじゃないかな。どういうことだ。不安って安定しないってことでしょ。それって未来の見えない今の私たちの状況だよね。根拠のない絶望に私たちを陥れて、もっと早く殺し合いを起こさせたいんだよ、モノクマは。とりあえず皆さん病院に寝かせてきました。ねえ、この絶望病ってやつ隔離しないとヤバいんじゃないの。隔離っていくらなんでも乱暴すぎだろ。お兄バカ、全員感染しちゃったらどうすんの。私も賛成。あの病気がモノクマの動機である以上何らかの対抗策はしないと。それはそうだけどさ。けどあいつらの面倒は誰が見るんだ。私が見ます。積み木。私超高校級の保健員ですから。あんたみたいなゲラ豚が見かそうな、それくらいしか役に立たないもんね。おい積み木、お主男じゃ。
じゃあ俺も積み木と一緒に病院に残る。カッコつけるのはいいけど病気移されないでよね。よし、じゃあよ、これ使ってくれよ。じゃーん、夕べ自分の部屋に仕掛けようと思って工具セットで作ったんだ。カメラですか？はい、このカメラで撮った映像を無線で飛ばして島中のモニターでみんなが見れるようにしようかと。へお互い何かトラブってもすぐに分かるようにホテルのロビーと病院内をこれで中継で繋いだらどうかと思ってさ。ちょっと疲れちゃそうだお兄どうすかソニアさん。ストーカーそうだよ、良きに計らえ。うおーあざーす。はい、カメラ。あとはテレビつければ部屋の様子が映るようにしとくから。分かった。みんなちょっと休もうぜな。ありがとな、そうだなあ、あいつ希望ヶ峰学園に行くんだってよ。え、あいつが？あいつってそんなに優秀だったっけ？知らねえの。希望ヶ峰学園に入るにはさ、どうせに決まってんだろ。あいつには特殊な才能なんてねえし。マジかよ、やっぱそうだよな。俺は誰だ？ああ、そっか、これはあっちのホテルのロビーの映像だよな。って、おい、まさか誰もいないのか？くそ。誰か、誰か来てくれ、誰か。おい、一体どうしたんだよ。なんじゃなんじゃ、こんな時間に。誰か女の子がこのロビーで首を吊って自殺しようとしたんだ。 なんだと。いやいや、見ての通り何もねえだろ。あれ、おい、なんだと。これだ、俺がさっき見た映像はこれだよ。これは病院の映像だぞ。え、だって俺がこの映像を見るのはおかしいだろ。ああ、そんなことはどうでもいいんだ、早く行こう。あ、うん、待って待って、踏み込めすげえな、ありがとうだ。ひなたさん、おまりさんの容態が良くなりましたよ。おー、みんな心配かけたな。あ、悪い、つみき、それどころじゃないんだ、病院で自殺者が。自殺。おい、二台。反対側を見ろ。なんだよこれ。サヨン寺もかよ。いや、もうこんなの耐えられません。もう嫌です。暗黒神であるこの俺様すら凌駕する行いだ。なんでだよ、ミオだ、サヨン寺。死体が発見されました。一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。死体が発見されました。一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。死体が発見されました。一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。なんだよこれ、サイオンズもかよ。いや、もうこんなの耐えられません。もう嫌です。暗黒神であるこの俺様すら凌駕する行いだ。なんでだよ、ミオだ、サイオン寺。急ごう、捜査は初動が肝心だよ。
俺もう無理だよ。ソーダくん。だってそうだろうよ。知り合って間もない奴らが隣でバカバカ殺されて、はい犯人見つけてくださいって疑って疑われて、もうこんなついていけねえよ。お前だ、どこに行ってたんだよ。ミオダとサイオンジが死んだんだぞ。分かってんのか、二人いっぺんにだぞ。誰が誰に殺されたとかさ、もうどうでもいいんだよ。なんだと、ね、それ以上言ったら殺すぞ。アルミさん、ねえ日向君、自分の才能は思い出せた？モノクマから何かプレゼントもらえた？いや、これは本当なんだ。何の話だ。ねえ、予備学科の劣等生の君が僕に対等な口聞かないでくれるかな。予備学科？モノクマからもらったんだ。これ希望ヶ峰学園の内部資料。君は何の才能も持たない予備学科の生徒だったんだよ。希望ヶ峰学園予備学科、本科と違って才能はないが、高い入学金を支払ってでも希望ヶ峰学園に入りたい人のための学科だよ。俺がその予備学科の生徒？君に何か特別な才能があると思ってた自分が恥ずかしいよ。駒枝君、少し黙っててくれるかな。じゃあ僕は僕がすべきことをするよ。みんな捜査しよう。つみきさん、ミオダさんの死因ってロープで首をつったことで間違いない？はい、他に外傷はないですし、首をつったことによる窒息死で間違いないです。サイオンジさんは？首を刃物のようなもので切られて失血死です。どうして犯人は2人も殺しちゃったんだろう。その分手がかりが増えてバレやすくなっちゃうのに。いや、貴様は？クズリュウさん。クズリュウ、よくなったんだな。ミオダにサイオンズか。一気に2人、いよいよ誰も信じられなくなりそうだぜ。おめえ、その目。ペコが救ってくれた命だ。こんなの何でもねえよ。遅刻より前戻ってくるとは見事なり。ひなた、どうした？元気ねえな。聞くな、さまつなことだ。ねえ、ミオダさんの映像を最初に見つけたのはひなたくんだよね。ああ。病院でモニターを見たってことはホテルの映像だと思うのは当然だよね。病院のモニターにはホテル、ホテルのモニターには病院が映し出されてた。でなきゃ監視カメラの意味がねえからな。じゃあ誰かが映像を切り替えたんでしょうか。うん、その可能性はあるね。そうだ、それって簡単なもんなのか。セレクターで切り替えパチ、幼稚園児でもできるぜ。おい日向、お主はめられたのかもしれんの。なあ、ミオダは自殺ってことなのか。あんなに明るかったミオダさんに限って。そんな。おい、なんだこの髪。おや、なんでしょうこれは。時間です。学級裁判を始めます。余計な推理でみんなの足引っ張らないであげてよね。
君には何の才能もないんだから。あ、何言ってやがんだこいつは。日向が予備学科の生徒だったんだとよ。んだそりゃ。それでへこんでやがったのか。どうでもいいだろうがんなこと。そうだぜ、おい日向、おめえが喋んねえと議論が進まねえだろ。はあ、こらもうちょっと時間がかかりそうじゃの。じゃあ俺たちだけでやるしかねえだろ。これは何を話し合うんでしょうか。だって三代田さんは自殺なんですよね。三代田さんを殺してしまった三代田さんが罪悪感に駆られて自殺したとか。自殺の場合犯人はどなたになるのでしょうか。モノクマのルールだとこの場合三代田さんだね。被害者が2人なんだから黒が2人いたっておかしくねえぞ。インフィニティアンリミテッドフレイム。貴様らの目は騙しても俺様の邪眼は騙せまい。田中さん、トウ、日向よ、貴様が犯人だな。第一発見者の貴様ならいくらでも証言をごまかすことができたはずだ。貴様が妙だと西園寺を殺したのだ。違う、俺じゃない。弱い弱い弱いぞ。俺様の心にはまるで突き刺さらん。監視カメラの映像は嘘、貴様が嘘の証言をしているならば全ての推理がつながるのだ。俺は嘘はついてないけど、田中の言う通りそれだと矛盾はなくなるんだよな。結局よ、俺たちは誰も映像を見てねえし、夜中にお前に言われるがままに病室に呼ばれただけなんだよ。ふゆ、日向さんがやったんですか。待てよ、俺はこいつが犯人とは思えねえぞ。俺は犯人じゃない。日向よ、貴様が犯人でないというのならば生きる意志を見せてみろ。日向さん、てめえはペコを見抜いたじゃねえか。男見せろや。日向くん、思い出して、あの映像を見たのは君だけなんだよ。俺は三代田の自殺の瞬間を見ていない。はあ、どういう意味。俺は脚立に登ろうとする三代田の姿はモニターで見た。紙袋をかぶっていたから顔は見えなかったけど、でも首を吊る前に病院を飛び出したんだ。だから三代田の自殺の瞬間は誰も見ていない。おお、うん、あれはなんだ。行け、新キロの本高ジャンピーよ、今こそ必勝の時だ。これぞマソレック同国術。わあ、田中さんすごいです。さすが超高校級飼育員、見事じゃ。次期に運命の扉が開かれるだろう。もしかして何か分かったのか。クズリュウ、さっきの紙あるか。ああ、そうか、俺はあの時目を離した数分の間に西園寺が殺されたんだと思い込んでいた。だけどそれは違った。あの時すでに何者かに西園寺は殺されていて、この壁紙で壁ごと隠されていたんだ。よくぞたどり着いた。俺様は貴様の覚醒を援護したまで霊は墓場まで持っていけ。おっしゃ、日向、この調子でいこうぜ。日向くんの推理が正しいなら、犯人が壁を覆った理由はきっと西園寺さんの殺害が予定外だったからじゃないかな。三代田さんを殺すところを西園寺さんに見つかったとか。やっぱ三代田は自殺じゃねえってことか。だったら誰が一体犯人なんじゃ。大体よ、紙袋かぶって自殺する意味が分かんねえよな。紙袋の意味。そうか、あの映像、あれは妙だじゃなかったんだ。その通りだ。またあの映像はトリック。自らを妙だに見せかけた女性こそが犯人だったんだ。女性なんだよね。一体誰なんだよ。あの時病院にいて絶望病にかかっていなかった女性はただ一人、積み木、お前なんじゃないのか。よりによって爪切った。私が人を殺すなんてそんなことするわけないじゃないですか。本当に違うのか。違いますって。なんで私のことを疑うんですか。爪切は俺たちのことずっと看病してくれてたんだぞ。俺だってこんなことしたくない。だけどやるしかないんだ。仲間を信じらんねえのかよ。そうじゃない、死
信じたいからこそ疑うんだ。あのね、信じることと疑うことってきっと反対の意味じゃないと思うんだ。疑いもするけど信じたい、その先にあるのが信じるってことなんだよ。疑うことを放棄して信じるなんて、そんなのただの嘘っぱちだよ。つみきさん、信じていいんだよね。はあ、何ですかそれ。はあ、そうやって結局は私をいじめるんですね。詭弁で自分を正当化して、自分は悪くないみたいに言い訳して。おい、つみき、みんなそう、いつもそう。悪いのは私、私に問題があるのがいけないんだって。そんなのもうたくさん、もうたくさんなんですよ。どうしちまったんだ。ずるいよ、ずるい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 よ。日向さんのことはすぐ許したくせに。はあ、やっぱり犯人は日向さんなんじゃないんですか。つみき、もうやめてくれ。私が何をしたって言うんですか。どうして誰も許してくれないんですか。あのトリックが可能だったのは病院にいたお前しかいないんだ。証拠あるんですか。紙袋が証拠ですか。患者服が怪しいんですか。あの映像で、あのカメラアングルだけでわかるんですか。それは違うぞ。はお前はあの映像を見ていないのに、どうしてあんなカメラアングルなんて言えるんだ。それが嘘の代償なんだよ。必死に反論すればするほどドツボにはまる。犯人はつみき、お前だ。ミカちゃん、直してくれて助かったっす。いや、やっぱすごいっすね。仲間をさすがというか、なんというか、うげげ。できればもう注射は避けたいんすけど。全部思い出したんですよ、絶望病のおかげで。え、うん、私がすべきこと、私の存在意義。いや、ちょっとミカちゃん、あ、ミカちゃん、やらせろミカ。ミカちゃん、なんで。ミオダさんも思い出せばよかったのに。あんた何やってんの。あれ、西園寺さん見ちゃいました。ちょっと思い出したって何を。これだけのみたいな。ゲロブタ女ですみません。マジかよ。どうやら議論の結論が出たようなので、毎度おなじみの投票タイムといきましょうか。レッツラゴー。私も絶望病にかかってたんです。絶望病に。絶望病のおかげで全部思い出したんですよ。三代田さんは礼儀正しく、尾張さんは泣き虫に。私は記憶を思い出す症状。思い出す。じゃあこれが元の積み木ってことなのか。そうか、彼女はもう超高校級の絶望と呼ぶにふさわしい人間なんだ。超高校級の絶望。あの人だけ、あの人だけなんですよ。そう、あの人だけは私を嫌わないでくれました。私の存在を許してくれました。私を愛
あの人ってなんだよ。積み木、今までの優しかったお前がどうして。記憶がない。今の自分が本当の自分かどうかなんて保証できないでしょ。記憶を失うってことは自分自身を失うってことなんです。違う、記憶がなくても今俺たちはこうして。嘘だ。真実を知って思いっきり動揺したくせに。さあモノクマさん、そろそろ始めちゃってもらえますか。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。積み木、おい待てよ。許してください。あなたに会えるという希望を持って死ぬ私を、どうか許してください。エクストリーム。うめえ、ひどすぎます。この人でらしい。言っとくけど、僕には慈悲も同情も哀れみもないよ。だって僕はクマだからね。人とは違うのだよ、人とは。で、俺は怒ったぞ。モノクマ！あれあれ？殺し合いなんてもうさせねえ。俺がおめえを倒す。日向そうだ。おなごどもを頼んだぞ。二代よ、俺様の足を引っ張るなよ。ペコ、借りるぞ。しょうがないな。助けて、グングニルの槍。行くぞ。みんなすごいや。さすがにこの展開は予想してなかった。あとはてめえだけだ。みんなダメだよ、これ以上しても意味ないよ。ふぷぷふぷぷぷぷ。なんだこいつら。何、攻撃が効いとらんじゃと。ぷぷぷぷ。命がけで何をしようと、ナユタの軍勢を持つ僕は痛くも痒くもないんだよ。どう、この圧倒的な絶望。そんな。そうだろう。ああ折れちゃったかな。エクストリーム。どけ。どこか。出します。余計な考え事をするな。その甘さが命取りになるぞ。痛いで困る。この槍じゃまだまだ矢でも鉄砲でも持ってまいれ。もういい、もうやめてくれ。もう一丁テスト。貴様らが攻撃しているのは残像だ。なんでだよ、なんで。選手をサポートするのがマネージャーの仕事だからな。田中さん、田中さん、田中、田中さん死んじゃダメだ、田中。日向よ、生きとし生けるもの、動物に優劣などない、生きることを諦めるな。熊の言いなりになってまた殺し出しろってんのか。そんなわけないだろ。ただただ何です。
くなっちゃったね。これって誰が得してんだろう。モノクマかな、裏切り者かな、それとも未来機関かな。狛江だ、仲間が殺されたんだぞ。やめてよ。僕は超高校級の絶望と仲間になった覚えはない。お前は何を知ったんだ。これを読めばわかるよ。僕はさ、みんなみたいにプレゼントをもらえなかったからさ、自分の才能でゲームをしたんだ。超高校級の幸運にちなんでロシアンルーレット。ねえ、ソーダ君もやってみる。やめろ、これはその時の景品だからな。ねえ、終わりさ、クズ。やめろって。でもさ、肝心の裏切り者については何も書かれていなかったんだよね。裏切り者なんているわけないじゃないですか。君たちには本当にがっかりさせられるよ。もっと対局を見なよ。安心していいよ。裏切り者は僕の命に代えても炙り出してみせるからさ。小前田君、君は一体。この島の絶望を全て取り除くことができたら僕はなれるのかな。超高校級の希望になれるのかな。超高校級の希望。マジで頭がイカれちまいやがった。立ちはだかる困難に立ち向かってこその希望だよね。辛くても怖くても僕たちは前に進むんだ。それこそが希望だよね。希望は前に進むんだ。さあ始めようか。殺し合い修学旅行の終わりの始まりだ。モノクマなっかには干渉させない僕たちの手で終わらせるんだ。お前だ。お前何を。さっきよりも大量の爆弾をこの島に仕掛けた。その爆弾が全て爆発すればこの島丸ごと吹き飛ばすだけのパワーは余裕であるだろうね。そんなことしたら。でも安心していいよ。裏切り者が名乗り出てくれたら爆弾の場所教えてあげる。もうこれ以上誰かを殺すのはやめてくれ。ねえ日向君、僕は僕の超高校級の幸運を信じているんだよ。なんで、なんでだよ。みんないなくなって。島ごと爆発ってシャレになってねえな。頼むよ、もう誰でもいいから名乗り出てくれって。この中に裏切り者なんていねえよ。お前さっきの爆発見たろ。あれが島中でボンボンになったら俺たち全員死ぬぞ。熱くなりすぎだぞ。冷静になれや。いるかどうかわかんねえ裏切り者の話よりよ、俺らが爆弾見つけりゃいいだけの話だろ。日向、七海、てめえらその中から手がかり見つけろや。俺たちは手分けして爆弾を探すぞ。クズ竜、才能なんか関係ねえ。俺はここで見てきたてめえを信じるからよ。こっちは任せろ。はい、チームプレーですね。けどこれも狛江だの罠だったらどうすんだ。んなもん、いちいち気にしてたらキリがねえだろボケが。おめえも熱くなってんじゃねえかよ。じゃあとっとと爆弾を見つけ出して狛江田君をとっちめちゃおっか。おっしゃ、行くぞ。おい、はい、これは、そっか、俺は本当に予備学科の生徒だったんだな。日向君、大丈夫、田中に言われたからな。生きることを諦めるなって。
うん、レベルアップだね。あ、希望ヶ峰学園史上最大最悪の事件レポート。あらゆる才能に秀でた希望ヶ峰学園生徒会役員13名がたった一人の生徒によって惨殺されてしまう事件が発生。生徒会役員を殺した生徒の名は神倉いずる。あらゆる才能を身につけた天才の中の天才で、学園では超高校級の希望と呼ばれて尊敬されていた。神倉いずるはこの殺人の正当性を主張し学園を制圧するも、神倉いずるのこの蛮行が結果的に多くの絶望に火をつけてしまう。希望ヶ峰学園を発端としたこの革命はやがて人類史上最大最悪の絶望的事件と呼ばれる暴動へと変貌を遂げていく。その中心となった人物が超高校級の絶望、江ノ島純子。ん？人類史上って大げさだな。超高校級の絶望は江ノ島純子一人じゃなくて江ノ島を中心とした集団のことを指すみたいだね。超高校級の絶望が一人じゃない。積み木もその一人だったってことか。ねえ、さっきから何を二人で話してるの？モノクマ、裏切り者は誰なんだ？黙秘権を行使します。神倉いずるって誰だよ？超高校級の絶望、江ノ島純子はどこにいるんだよ？黙秘権を行使します。ひなた、爆弾が見つかった、すぐに来てくれ。ああ、うぷぷ、もういい感じだね。いい感じに盛り上がってきちゃいましたね。ひなたさん、爆弾が見つかったって。おいよ、ソニアさんが見つけてくださったんだ。爆弾を見つけたというより、この中に入ってく駒井田を見たんだってよ。駒井田が？駒井田さんはこの中に入っていきました。そのままずっと見張ってますが、駒井田さんはまだ出てきてません。間違いねえ、ここにいるはずだ。よっしゃ、中に入って駒井田止めようぜ。あ、せーの、えっ、なんか疲れてんな。おりゃ、うわー、なんだよこれ、中が持ってくの？爆弾か？いや、爆弾ならもっと爆発がひでえはずだ。ウィが爆弾に燃えてたらまずくないですか？ああ、急げ、火を消すぞ。みんな、これ消火弾？消火弾するんだから投げれば消えるんじゃねえか。多分中身はガスだ。割れれば機体が出て火が収まる。よし、これで火を消すぞ。やべえな、足りねえか。ああ、消えた、火が消えてくぞ。よっしゃ、小前田見つけっぞ。前田、死体が発見されました。一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。なんで、なんで駒井田が死んでるんだよ。ありえねえだろう、今まで全員一緒にいたんだぞ。私ずっと見張ってました。中には誰も入っていないはずです。駒井田、こいつだけは殺しても死なねえと思ってたけどな。モノクマファイル、こんなに傷だらけなのに死因の記載が一切ない。死因が犯人の手がかりになるからだろうね。ふざけやがって、遊びじゃねえんだぞ。ここにみんなを呼んだのはソニアさんだよね。はい、私がここで見張っていたらマリさんが通りかかったので皆さんを呼んできてもらいました。ソニアが嘘をついてるとは思えない。ってことは犯人は中に入ってもいないし出てきてもない。なんだこれ、ライター？開閉と同時に火の手が上がった。ってことはきっとドアを開けるとライターが倒れて中が火事になるように仕掛けられてあったんだと思う。じゃあ俺が火つけちまったってことか？じゃあ中にいた人間にしかこの細工はできないってことだよな。でも中には駒井田さん以外誰もいませんでしたよ。あの時倉庫内にいた人物は駒井田しかいない。でも駒井田はすでに殺されていたわけで、じゃあ誰がこの仕掛けを？駒井田のこの傷跡、拷問でもされたみてえだな。駒井田によっぽど深い恨みを抱いていたか。あれ、右手を縛ったはずのロープだけちぎれてるぞ。火事の火で焼き切れたんだな。いや、よく見てみると駒井田の痛い目で炎は来ていない。
ってことは焼き切れたとは考えにくい。どうして右手のロープだけちぎれてるんだ。時間です。学級裁判を始めるのでさっさと集合してください。おい、早すぎるぜ。まだ何も手がかりつかめてねえじゃねえかよ。これじゃあ何を話せばいいのかわからないです。まあ犯人を探す裁判じゃないのかもしれないね。ななみ、誰が彼を殺したのでしょうかね。超気になる。裏切り者が犯人に決まってるぜ。でもあの殺し方普通じゃねえぞ。拷問してなんか聞き出そうとしたとか。でも私たちの中にあんなことをできる犯人がいるなんて考えられません。ねえ、一旦殺害方法を検証してみようか。いきなり犯人を求めないで、その一歩手前から考えてみる作戦だよ。長い作戦名だな。私たちは火事の時全員一緒に倉庫に駆けつけた。だから駒枝君を殺すのは物理的に不可能だよね。となると駒枝が殺されていたのは火事が起こる前ってことになるな。待ってください。火事の前、私は偶然駒枝さんが爆弾を持って中に入っていくのを見ました。そのままずっと見張ってましたけど、誰も中には入っていませんでしたよ。じゃあ犯人いねえじゃねえか。いや、みんな正しいんだよ。この状況で唯一答えを出せる犯人がいる。誰が犯人だってんだ。駒枝を殺したのは駒枝自身だ。はあ、あの野郎の自殺ってことかよ。あいつは両手両足塞がれてたんだぞ。どうやったら槍ぶっ刺すんだよ。それは違うぞ。あいつは左手と両足は塞がれていたけど右手は空いていたんだ。どういうことだよ。あいつの右手のロープは火事で焼き切れたんじゃない。俺たちにそう思わせるためにあらかじめ焼き切ったロープを右手に巻いていたんだ。どうしてそんなことを。全身縛られて身動きが取れなかったはずだと俺たちに思わせるためだ。あの火事はそれを隠すためのカムフラージュだ。じゃあ駒田はあの仕掛けを自分でセッティングしたのかよ。あいつは空いてる右手で自分を縛りつけて切りつけていったんだ。自分で自分の…ライターの仕掛けで火事を起こし、最後に自分で自分にとどめの槍を刺した。はっ、狂ってるってレベルじゃねえぞ。どうしてそこまでしなきゃなんねえんだよ。現に俺たちは初め駒枝を自殺だとは思わなかっただろ。駒枝は俺たちを間違った答えに誘導しようとしたんだよ。目的は多分俺たち全員の処刑。そのために自分をめった刺しにしたってのか。そんなに俺らを全滅させたかったのかよ。異常だ、異常すぎるって。だが決まりだな。謎は解けた。投票タイムでいいだろ。いや、ただただ駒枝がこんなあっさりたどり着くやり方で終わるとは思えない。おめえが自殺って言い出したんだぞ。確かにこれじゃ簡単すぎるよね。駒枝は裏切り者をあぶり出すと言っていた。命に変えても、だから命に変えて殺そうとしたんじゃねえか。全員殺すとは言ってなかった。だから駒枝ならこのぐらいやるだろうが。駒枝だからこの程度じゃないはずなんだ。あいつの悪意はいつも想像以上だった。これくらいでたどり着けるような真実が、あいつが命がけで企んだ悪意だったのか。ふっぷっぷ、彼の悪意を信用するからこそ彼の悪意を疑い続ける。それって新しい形の友情のあり方なのかもしれないね。ふっぷ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 。